到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮がいずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶。職員室はこの先を左に入ってすぐだ。以上、アビでした。何か。昨日の夜、その…じゃあね。実は俺も中2の時、転校生っている。俺が最初に声かけなきゃってな。お、ゆ、また同じクラスになれちゃうぜ。まったく相変わらずだね。誰か、ちょっと相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、なんか偶然だよね。おいおい、俺ってか実際聞きたいことあんだけど、詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやん、彼とはたまたま寮が一緒ってか、てかそもそも噂になるの。ちょっといい？あのこととか言う。ちょっ、昨日の夜のこと、本当に。昨日の夜、ばっか。ったく、じゃあ私弓道部のよ。別に噂な、ちょい。でもすげえ、あいつあれで。まそんなわけだから、それが